熊本駅堤農園さんのムクナマメの畑に来ました。7月を迎えて見てください。もう舌がぐんぐんと張っていってます。この舌が落ちてるやつを社長が上にくくりつけないと伸びないんですよね。この落ちてるやつを上に上げる、この作業が大変なんですよね。これ結ばなきゃいけないんですよね。結ばないとこれが風でまた落ちてしまう。ああ、これ結んでね、はい、一つ一つね。そう、これは大変ですよ、結んでいくのは。これ全部ですよね、はい、結んで。ああ、上にね。これ結び方ダメだったみたいです。これをここ上から。あ、上からね。垂れないでしょ。ああ、垂れない垂れない。あ、上からこうやって結ぶんだ。あ、下からだとダメだから上から結んで、はい、ああ。でも今年もだいぶできてますね。もうだいぶ大きくなって、今から花がだん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 こんな咲いてくるから、8月の初めみたいに。秋には、秋には収穫。これはかなりいけると思います。こい、あら、このつるが降りてくるんですね。そう、この下がってるから、うん、これが芯が小さくなってくると下がってると。あ、だからこれ戻して、あ、ここに巻きつけてやらなきゃいけない。上げてやって、あ、巻きつけてやらんと。あ、これこういうのもそうなんですね。花が刺さん、あ、実がならないから。これを全部上げていかなきゃいけないんだ。そう、全部。大変ですね、これは。そう、これが大変。あ、だから雨風が吹くと落ちてくるから、はい、また上げてあげなきゃいけないんですよ。まあ、この作業がもうこのクソ暑い夏にやらなきゃいけないから大変なんですよ、これ。わかりますか？まだちょっと花は早いんじゃないですか。はい、だからこれはもう切ってしまう。取っちゃうの、これ。あ、これを切ってね。うん、全体に貼ってから、ま、一緒にみんなこう、もうつぼみなんかが、これもつぼみ。あ、これつぼみあるね。全部今つぼみが消えるから、うん、これが一緒に刺すように。なるほど。でないと、これに栄養がいって。ああ、だからもうこれは切るっていうことですね。なるほど。まあ本当に元気に、今年も、秋はムクナの畑大収穫できそうです。頑張ります。